自らの教えを広める旅に出たイエス・キリストはそこに集まった人々にこんな質問をされました。この女は結婚しているにもかかわらず他の男と恋に落ちたのです。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じております。ところであなたはどうお考えになりますか。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。ああできません。さすがキリストですね。教えは本物かもしれないぞ。そして次にあなたたちの中で中学入って英語を読めるようになってきたぞと調子に乗っていた時にアニエス・ベイ見てパニックになったことのないものだけがこの女に石を投げなさい。誰も投げない。さすがキリスト先生だ。そうだな、中学入ると服にも興味が出てきてブランドとかしてるんだよな。この人の教えは本物かもしれないぞ。そして次にはあなたたちの中でファイナルファンタジーの数字を未だに読めるものだけがこの女に石を投げなさい。投げるものがいない。さすがキリスト先生だな。これは読めなくなってからもうだいぶ経つんだよな。もうこれ前にも聞いたことある気がするよな。そして次には TikTok でめちゃ面白い動画発掘したと思ったら有名人だったことがないものだけがこの女に石を投げなさい。ああそれはもう投げるものがいない。さすがキリスト先生だな。みんながめちゃくちゃニッチなことしてるから、まあ、俺だけが知ってると勘違いしてしまうってことかな。だからでももう石を投げるものは全くいないんだけどな。その次にはあなたたちの中で大学出たけどお役所の文章意味わからんすぎるんだけどこんな読めないこととかあんのとショックを受けたことのないものだけはこの女に石を投げなさい。もう石を投げるものはいないんですよ先生。わかるんですけどももうそんな話をしてる時間じゃないんです。それが終わったら次にはあなたたちの中で何かここまでで不明点ありますかと聞かれて一切なかったのに無理やり聞くこと探してしまうような貧乏性を持ってないものだけがこの女に石を投げなさい。まあやりがちなんですけど。いいでしょ先生。先生もそれはそれで学習みたいな意味もありますし。先生もういいですよ。